おはようございます6月21日朝6時の相場解説になりますまずはデイリーなんですけどもこっからの動きなんですがこの天井を越えてね上に上っていくっていうのは昨日お話した通りですけどもそのように全体像としては予測してます、まあ、いずれにしても円安傾向っていうのは止まりそうありませんのでねこの方法で当面はよろしいかと思いますねで問題4時間です4時間で見られる動きっていうのは実はですねこういう風なチャンネルラインが引けるようになってきてるんですよね 右肩上がりっていう感じですでもちろんこのクレバスはあるんですけどもこういう時の形ってこのファンダメンタルを抜きにして考えると見えやすいんですよね、まあ、4時間ではこの動きを見ていきたいと思いますねそして1時間なんですが1時間はねレンジの幅が昨日決まりましたここからここの間ですえっと金額をチェックしておいてくださいその上でですねこのダブルトップがありますよね ダブルトップで下に下がっちゃったところがありますんで、もう一本、ここに、ちょっと切り板であれですけどもね、警戒ラインを引いておきます。135円の360ですね。で、ここに向かって緩やかに上に上がっていくことをこれから見ていこうかなと。ここをブレイクしたら、私の方ではエントリーしようかなと思ってますけども、まあ以前お話した通り、ちょっと慎重に行きたい方とか資金の問題がね、ある方はこの辺から、 考えていただいて、抜けたのを確認して、バイトブレイクってのがよろしいかと思います。だから考え方としてはやっぱりね、いつもこの力点を、この包み足で大きく下に下がったところ、ここに目をつけて、ここの横のラインを一番重要なポイントだというふうに聞くことと、値段が変わり始めたところ、今回フォーメーションでダブルトップってのがありますよね。やっぱダブルトップの影響を忘れないために、ここに線を引いておくこと。この2点ができれば、まあ、 この1時間軸は読めてるきてるんではないかなというふうに判断できると思います。じゃあ本日は以上です。またね、午後に追加すると思いますんで、寝動きがありましたらまたお話しします。以上です。